写真撮影 OK の部ということで、ファンの方にたくさん写真とか動画を撮って、あとね、あのツイッターとかブログとかいろんなところにアップをしてもらったと思うんですけど、その中で今回は各ユニットごとにこの写真が一番良かったっていうのをね、みんなに選択していただいたので、今回は画像で MVP を決めたいと思うんですけど、次回はぜひたくさん動画もアップしてください。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速ユニットごとに発表してもらいましょう。まずはスライムガールズから。はい、これです。チャチャラン。え、待って待って待って、スライムガールズがボート持ってくるところ、どっちが何で真っ白真っ白なの？鎌倉なの？タイトル真っ白なの？鎌倉なの？どっちがどっちか分かんない。どっちがどっちか分かんない。そうです。続いてパーケンいきますか。はい、おアリスギャバーすごい、かっこいい。欲しいです。どれやったの？私欲しい。え、その件じゃなくてわざわざ10番で、一番かっこいいと思って。お客さんだから撮れた写真とか、確かに、すごい、ありがとうございます。次はオズ。はい、はいはい、オズはこちらです。オズギカナちゃんがなんと片足浮いてま す, てます。そして見てアップしてください、バズライトイヤーみたいな顔してる。アーバーガールズ、アーバーガールズ、これね、すごい綺麗。あ、すごい、あ、持ってるんだ。いいね、写真の部分の感じが現れてるのと、それいい、この斜め45度みたいな感じの、この絶妙なバランスがすごいいいなって思ってこれにしました。なんか綺麗だね、一眼で撮ったって感じ。上手。ではスティームガールズ。あ、いいね、いいね、いいね、優勝、綺麗、優勝じゃない、優勝。え、すごい綺麗、これね、素晴らしい。アリスの公式モバイルの方が撮ってくれたみたいな。あ、いいよ。これすごい最善の方なのかな。うん、すごい。前の人いないもんね。なんか嬉しい。質が感じ。なんでマイク？マイクが。嬉しい。嬉しい。10番。これです。お。え？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 なんなんですかこれ？ぐるぐる巻き？巻き込まれた沢田理沙。今反対したんだけど。いや嘘つけ嘘つけ。いや嘘つけ、めっちゃ笑ってたからね。違う違う、あのね、みんな話し合った時に、私はちょっと冗談でこれいいと思いませんとみんな笑ってんの。みんなで反対したんだけど。嘘つけ嘘つけ嘘つけ。普通はありえない光景じゃない。そう、この日だけあのこうなっちゃったのにこれを抑えられたの私は。すごい。ドナルドも笑ってる。ドナルドめっちゃ笑ってる。そうだよほら、ドナルドも笑ってる。ドナルドも。笑ってる。ドナルドもこれがいいって言ってる。本当だ。いろんな写真が出たんですけど、じゃあマキティは、はい、どの写真が良かったですか？それです。ほらね、ほらね、ほらね。ぐるぐる巻き。ぐるぐる巻きです。ああ。ゆちゃんは？いや、もちろん天田のこの写真ですよ。なんで、いや、そんな顔だよ。だってカナンちゃんこれ仮面女子ですよ。仮面女子です。みんな写ってるんですよ。そうで、それで本当にね、私写ってないんよね、それ。そうなんですよね。私写ってないの。いろんな画像ツイッター探してなかったやんけ。カナンちゃんなかったやんけ。この写真を見ても素晴らしい写真なんですけれども、この中でメンバーで MVP を決めていきたいと思います。じゃあ、どっちだろう、悩む、2択。また次回も写真撮影 OK の部を開催させていただくことになりました。撮影していただいた写真や動画はインターネットの SNS とか、まあ、ブログ、ツイッター、Facebook などなどたくさん載せて、私たち仮面女子やアリスプロジェクトのみんながこうやって活動しているんだよってことをたくさんの方に広めてください。ぜひまたのご参加お待ちしております。
待ってます。